かな TV のかなです。本日の動画は、たまに通る商店街の中にある、忘れ物市、鉄道忘れ物市っていう場所があって、そこでジャニーズグッズを置いているコーナーがあるんですけど、そこで関ジャニエイトさんのうちわを見つけたので、そこで買ったうちわの紹介をしたいと思います。そ,そこで、 ほんまに忘れ物で見つけるんですけど、ほんまに、え、このうちは忘れるんって思うようなうちわが大量に出てきて、で、見つけるときに無限回収してるうちわもあるので、そのうちわも紹介したいと思います。で、本日3枚買いました。で、そう、1枚目が、 カウコン、2017年から18年のカウコンのうちわ。これ、そう、すばるくん最後のうちわかな。そう、このうちは最後ですばるくん抜けちゃったんで、これは買いました。で、ジュークボックスの大倉くん。このうちわも買いました。<laughs> ね。ジュークボックス、 のうちわが我が家にやってきました。で、次が私がもうずっと無限回収してるうちわで、じゃん。そう、ジャムのこのスバルくんのうちわがすごい好きで、このうちわは無限回収してます。てか、でも、そんな高いところでは買わんで、これも鉄道の忘れ物一やから、かなり安いんかな、この3枚で。 900円です。え、安い安いかな ?100 円、500円、300円。そう、このスバル君今までおらんかったのに、今日たまたま通ったらいたから、そう、<laughs> 思わず、あってなって買いました。ほんまに、このうちは会場行くたびに買ってたから、そう、 1,2,3枚、4枚え ?4 枚何枚多分4枚、5枚目このスバルくん。<laughs> そう、ほんまにこのジャムのスバルくん、髪型も、角度も好きで、これは見つけるたびに、そこで見つけるたびに無限回収してるうちわです。<laughs> ねまにであとは大倉くんはこのこれこの今日買ったやつじゃないけどこれもそこで買ってこれも多分300円ぐらいやったはずそう元気ンのこの大倉くんも見つければ無限回収してますでもそうそうそ,そこで見つけた場合は 買ってます。高いところでは買ってないです。ほんまに。<laughs> そう、このわとこのわは、もう、見つけ次第、買ってます。ほ <laughs> んまに何枚あんねんってなるかもしれんけど、ね。ほんまにこのスバルくん好き。<laughs> なので、そこほんまに、 え、これも忘れるんっていうようなものが出てくるんですよね。うちわはもちろんやけど、何があったかなパンフレットと、あとセブンイレブンのくじのやつとかもあるかなあと、DVD と CD も置いてたり、 非売品売ってないけど、大熊くんのぬいぐるみも置いてたり、あと、冷蔵庫とキャリーバッグも置いてるかな。なんかね、え、こんなん忘れるんとか、思うようなやつが多いですね。他のグループのやつは、そんな見てないんですけど、関ジャニエイト。 のグッズしかピンってないんですけど、で、そこで、800円以上買って、おまけみたいな感じでもらえるものがあって、今回は、10歳の時の大倉くんのメモもらいました <laughs>。そう、そこね、 たまーに行ったら、結構、掘り出し物があって、そう、ペンライトとかも、販売してる。え、ちゃんとつくんか、そこでは買ったことないから知らんけど、そう、ペンライト、ちゃんと、もう、え、これ懐かしいっていうのとかも落ちてます。え、昔のスバルくんとかのうちは落ちてないかな。<laughs> もう見つけたらそこを回収しますけどね。ね。 なので、また、そこで買ったものを見つけたりしたら、たまに行った時に紹介しようかな。ほんまに、全然買わん時もあるんですけど、見つけたら回収して、また動画あげようと思います <laughs>。ね、ほんまにこういうところで、 いいのを見つけて買うとほまにお得な気分気持ちお得になりますよね。ねなのでまた商店街その近辺行った時は買っ掘り出し物を探そうと思ってます。本日の動画はとある。 商店街で見つけた掘り出し物のうちわの紹介でした。またそこの掘り出し物の商品見たいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。それでは次回のかな TV でお会いいたしましょう。ごきげんよう <laughs>